ミカリともかは、日本のアイドル、女優、仮面女子及びスチームガールズのメンバー。メンバーカラーは黄色。埼玉県出身。アリスプロジェクト所属。2014年5月から、アリスプロジェクト所属、スライムガールズのメンバーとして、芸能活動開始。2014年7月スライムガールズ卒業、上位ユニットにあたる OZ へ加入。ライオン担当、リーダー。 2015年9月5日、10周年を迎えた、アレアレアの新たな試みとして生まれた、アイドルグループ、アレアガールズに加入。2017年2月13日、アレアガールズ卒業。2017年2月19日、OZ を卒業し、上位ユニットのスチームガールズに昇格。ステージデビューから1004日の晴れ姿であり、仮面女子の中でも、 地下アイドルの中でも下積みが長い。2017年2月26日、仮面女子化入式。2018年1月20日より、全任の神谷エリナから引き継いで、三代目リーダーに就任。2019年9月15日まで担当。2018年4月11日、歩道を歩いていたところ看板が強風で倒れる事故に巻き込まれ、脊髄を損傷。 車椅子生活となる。2020年2月17日、同年9月19日に開催される仮面女子ワンマンライブをもってグループを卒業しソロ活動に移ることが発表される。同日、自身の YouTube チャンネルを開設。卒業の理由について一人で頑張っていきたいと発表の場で話したほか、後のインタビューで十六歳の誕生日を迎えた直後から アイドルと名乗るのはそろそろ限界なのではと思うようになった。一年半も悩んだ末に2019年9月にスタッフとメンバーに打ち明けたと語っている。しかし新型コロナウイルスの収束が見えずワンマンライブ自体が同年12月12日に延期されたことを受け卒業を延期することを明らかにした。12月12日ワンマンライブは行われたが同日発表の初のアルバムに 自身が作詞したファンファーレが初集されることなどもあって再延期。2021年9月19日、仮面女子カフェにイブ公演で行われた生誕ライブの中で卒業撤回を発表した。2021年8月24日に開催された東京パラリンピックの開会式で聖火リレーの映像が公開されたが、その映像で怒りが登場している。 2018年4月11日、東京都文京区の湯島聖堂近くの歩道を歩いていた際、強風により木製の案内板が倒れて下敷きになり、病院で6時間にも及ぶ緊急手術を受けた。手術後は集中治療室で絶対安静の状態で、怒りの芸能活動は当面休止となった。4月19日、ICU から白雲に移ったことが明らかにされる。 5月7日、事故後初めてブログを更新。脊髄損傷による両下肢麻痺と診断され、今後は車椅子での生活となることを公表した。このブログの中で、まぶた裂傷、頭部座層、足、肋骨、胸椎、腰椎の骨折、脊髄損傷という怪我の様子や、感知は困難ながら、徐々に解放に向かい、自立した車椅子生活を送れる、よう、 約3ヶ月後の退院を目指し、毎日リハビリテーションに励んでいることなどを報告した。そして、仮面女子のツイッターにて、怒りがグループの一員としての活動を継続することと、怒りの活動を所属事務所のアリスプロジェクトが全面的にサポートすることを発表した。8月26日、秋葉原にある仮面女子カフェで行われた仮面女子ライブでフィナーレに登場し、 事故から約4ヶ月ぶりに活動を再開。会場一面に、怒りのメンバーカラーである黄色のサイリウム、手作りの黄色い旗、ひまわりが広がり、怒りを迎えた。復帰会見では、埼玉西武ライオンズが主催する、車椅子ソフトボール大会のスペシャルナビゲーターへの、就任、9月9日の対千葉ロッテマリーンズ戦での、始球式、仮面女子の楽曲の作詞、 パラスポーツへの挑戦などが発表された。8月31日9月1日、オリックスバファローズ対埼玉西部ライオンズのメガネの町サバへ、例に出演し、君が予誠賞と支給式の補助を務めた。9月9日の西部ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ戦支給式では、自ら投球を行った。9月26日、事故から5ヶ月半ぶりに退院。 10月13日開幕の福井幸せ元気大会開会式に出演。12月22日、仮面上司のメンバーで東京大学出身の応接が2019年3月をもってグループを卒業し政治に転身することを発表。その理由として車椅子生活になっても懸命にリハビリテーションをしてアイドルに戻ってきた怒りの姿を見たことを挙げた。 桜は、橋本由紀の名義で2019年4月21日の第19回統一地方選挙後半戦にて、東海票の東京都渋谷区議会議員選挙に出馬し、当選。その後、アリスプロジェクトを退所した。2019年5月1日、舞浜アンフィシアターで開催された、仮面女子約3年半ぶりのワンマンライブ、仮面女子の世界前浜アンフィシアターでは、 竹井宗から送られた電飾で光るステージ用車椅子で登場した。5月29日に設置された東京都の東京2020パラリンピックの成功とバリアフリー推進に向けた懇談会のメンバーとして移植を受ける。6月12日、背骨を固定しているボルトを抜く手術のために再度入院。同19日、退院。2020年1月6日、 東京五輪、パラリンピックの埼玉開催を PR する、埼玉プライドスペシャル PR サポーターの移植を受ける。7月31日、初の著書、100%の前向き思考を生きていたら、何だってできる。一歩ずつ前に進むための40の言葉をお上司。2020年傍日のヒーロー、X 編集長、杉原幸里との対談がきっかけで、株式会社 RDS によって、 ステージ用シャイスが改造され、12月12日、仮面女子ワンマンライブマスクプライドににてお披露目された。怒り作詞ファンファーレのミュージックビデオにも登場。12月25日には森下舞桜、木下ゆりと共に、ラジオ番組ヒーロー X ラジオに出演し、杉原幸里、ヒーロー X プロデューサー、佐藤祐介と共演を果たした。 2021年3月9日付で両親と共に国を相手取り、計1000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。事故の原因となった看板は国が設置したもので木製の足の根元が腐っていたとし、国は数十年にわたり安全対策を怠ったと主張。看板が敷地内に設置されていた湯島制度の管理を国から委託されている。 財団法人とは裁判外で和解が成立したが、怒り側は看板の管理を財団法人に委ねていたとしても、国による管理の過失は否定できず、損害賠償の責任を負うと主張した。5月10日、第1回口頭弁論が行われ、国側は請求棄却を求めた。ありがとうございます。